みんな緊急事態です。落ち着いてちょっと一回座りましょう。ヨギボーちゃん、佐藤ミケルアコです。いらっしゃいませ。マシボよ。大変なことになりました。ピヨ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 、手術しました。びっくり、大ごと。その時の画像がこちらです。エアポッツついてる。もうエアポッツつけられました。マジで本当にこれで一生過ごしてました。通りで電車でね、子供たちがなんかちょっと見てくるなと思ったけど、完全に忘れてました。時は遡り5年前、5年前に私ね、ピアスを開けたんです。見てください。かわいい、ちっちゃいね。なんとも言えない、さりげないピアスじゃん。わかるでしょ？ファーストピアス。これがファーストピアスのあれじゃないけど、この穴がファーストピアスの穴です。このね、ファーストピアスね、うんって開けたわけよ。もうマジで初めて開けたからさ、その時さ、友達と一緒に開けに行って、友達が見てただけなんだけど、看護師さんが来てさ、もう超開け慣れてるわけよ、マジで。切符の穴開けてんかなってぐらい、はい、はい、はい、みたいな感じで、はい、じゃあ行きますね、みたいな感じで言われて、みたいになって、もう看護師さんの手掴んでさ、ちょっと待ってください、言ってください。3、2、1、うんでやってください。うんね。3、2、1じゃなくて、3、2、1、うんでやってくださいって言って、で、看護師さんが、はーい、みたいな感じで、みたいな、3、2、とか言って、はーい！マジでそんなてんやわんやで開けたわけですね、こちらの耳を。あれ？こっちの耳はと思うでしょ？こちらの耳は、なぜか5年経ってもずっと安定しない。左はなんか、左はもう完璧なんですけど、右だけなんかずっとこう、みたいな。ずっと調子悪いみたいな。で、さすがにね、最初の半年ぐらいは、まあまだっしょーみたいな感じで思ってたけど、さすがにもう5年ぐらい経ってるわけですよ。もうお前ちょっとそろそろ機嫌直して、ってなってきて、まあ別にそんな生活に支障ないけど、ピアスをね、1回外すと、マジで1日2日で穴塞がっちゃうの。右だけ。マジで、え？ホグワーツ行ってるみたいな。ハリーポッターの世界ぐらいすぐ穴塞がるの。で、それを毎回ね、ピアス外すたび、こっちだけ穴がピッて塞がっちゃうから、そのたびに毎回痛い思いして、あんやーって何回も飽きてたわけよ。そしたら、あんやーってやるたびに、なんか、やめてーみたいな感じで血出たりとか、しこりがね、できてきちゃったわけよ。で、これなんで右を見せてないかというと、これね、ここね、ちょっとモザイクをかけないぐらい、ちょっとグロテスクな感じになっているので、ここは見せられません。想像にお任せします。病院に先週行きました。こっちはね、ピアスついてるんだけど、この前撮影でたまたまピアスを外さなきゃいけなくて外したわけよ。そしたら右耳が案の定さよならって言って塞がっちゃったから、頑張って開けようとしたんだけど、もう開かなくなっちゃって、これはまずい、開かなくなっちまったと思って病院に行ったわけよ。穴だけね、スポッてね、開けてくれるかなと思って病院行って、って待ってたわけよ、待合室で。で、その病院めちゃくちゃ評価いいの。もう口コミもめちゃくちゃあるわけよ。だからもうここは間違いね、太鼓判だと思って、その病院に安心して行ったわけよ。佐藤さんって呼ばれたから、はーいって言って行ったわけよ。そしたら男の先生だったんだけど、どうしました今日はって、もう座る前に言われたね。もうマジで、もうスピーディーな感じだと思ったから、座る前に、右の耳が5年前に穴開けたのに、ずーっと安定しなくて、ピアス外してもすぐ塞がっちゃうんですって言ったら、見してごらんって言われて、結構若めの男の先生だったけど、みたいな感じで見て、はい、これ手術だね。え？なんて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 、穴開けてもらうだけでいいんだけどと思ったんだけど、もう、はいはい、これはね、手術した方がいいよ。手術しよう、手術しよう、みたいになって。そんな手術って軽々しく言っていいものなんですか？そんなさ、やや行こうぐらいのテンションで、もう手術、手術、みたいな。全然、はいはいはい、みたいな感じで言われたのね。え、みたいな。今日前髪どうなさいますかぐらいの、そういえば前髪切りました。でも前髪今日どれぐらい長さにしますかぐらいのテンションで、手術だねみたいに言われて、ってなってる間に、看護師さん、はい、どういしょどういしょみたいな感じで、看護師さんがもう来たわけよ。普通さ、病院とか行くとさ、看護師さんってさ、私は関係ないですみたいな感じでさ、横に立ってるじゃん。もうゴリゴリ関係あれです、看護師さんが3人ガチで病状とか、なんかうちが話してることめっちゃこうやって覗き込みらが聞いてくんのね。めっちゃ関係あるじゃんこの人たちと思って、そしたらその関係ある看護師のうちの一人が同意書持ってきて、手術の、痛みが伴います、局部麻酔します、なんとかですみたいな感じ、上から説明されて、はいはいはいみたいな。こっち全然さ、もうなんで手術するのかもよくわかんない状態で、はい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 みたいな。跡が残ります、で再発する可能性もあります、でこちらは、ちょっと待って、いいこと何一つないじゃん、いいこと何にもないの。そう、同意書に書いてあること、いいこと何にもない、跡が残ります、再発する可能性もありますって、サラサラって聞こえてきて、
大丈夫それ大丈夫と思って、もうさ手術した方がいいってその先生が言うからさ、そのなんか評価めちゃくちゃ高い口コミのでさ、あはいはいはいみたいな、こうやってあのサインしながら、もうマジで超スピーディーなの。他の看護師はもう準備始めちゃってね、手術。これは何の病気なんですかって言ったら、そのしこりがケロイドだから取らないとどんどん大きくなりますよって言われたの。絶対ケロイドじゃない、絶対ケロイドじゃないと思って。ケロイドっていうのはなんかこうケロイド体質っていうの人もいるらしくて、なんかこう傷がついた皮膚がどんどんこうなんか治そうとして、どんどんそのしこりみたいなのがどんどん大きくなっちゃうんだってみたいな感じのやつね。ちょっとわかんない、 Google 検索してください、みたいな感じで。もう調べてたからさ、調べてから言ってるからさ、絶対これケロイドじゃねえと思ってたね。だから普通に私穴を開けてほしかっただけなの、もう一回はいじゃあそこでこうなってくださいって言われて、見たろ整体の時にさ、寝るさ本当にカチコチベッドみたいなのあるじゃん、そこのさカチコチステーションにさ、はいここに座って寝てくださいって言われてさ、あうつ仰向けになってくださいって言われたのね。え仰向けじゃないのと思って、うつ伏せにこうやってさ、ってこういう顔して、マジでこういう顔して、心配でここの耳ね、はいはい開けてみたいになって、そしたらね、今まで見たことないその手術で男の先生がはいはいはいみたいな感じで来て、縦膝、え見たことある、そのうちが寝てるベッドのところにこうやって縦膝でこうやって来て、はい行きますねみたいな。ラフすぎん、手術ってもっとこうさ、はいメスみたいなさ、はいはいはいみたいな感じでこうなんかこう手袋とかしてさ、なんかわかんないけど、さ、もうちょっとこう手術台みたいなあるやん、ただのペタンコカチコステーションの机のうちがこうやってヒーンってなってるところの耳をこうやって出して、はいはいまずいまずいまずいみたいな感じでやって、もうマジでうちもう不安で不安度マックス、何が起こるのみたいな感じで見せたら、先生がこうやって、はいじゃあ麻酔やりますよ、ちょっと痛いけど我慢したねとか言われて、マジで怖すぎて、もう先生の手こうやって掴んでヒーン、先生がはい大丈夫行きましょう、はいはい痛いよ痛いよ、チク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 とか言って、ヒョー、そしたらね、それと同時に耳が水に入ったみたいにシュワシュワシュワチャポーンって何も聞こえなくなっちゃったの、右の耳が本当に水の中に入ってるみたいな感じで、でえやばい麻酔ってこんな感じなんだと思って、何も聞こえないと思ってチクチクってなんかやってんだけど、マジでもう感覚ゼロなくなったから、大丈夫私の耳と思って、そしたらメースみたいな感じでなんかやったの、カチャ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 、でもマジで何も見えないから、あなんだなんか何もやってないんじゃないのと思って、やってる風でもしかしたらね、え、なんか何もやってないじゃんと思ったら、パタってここにガーゼがね見えたわけ、パタって。そのガーゼが血まみれ。めちゃくちゃちゃんとやってるじゃん。めちゃくちゃ。パタンってなったガーゼがここら辺横から見えたの。そしたらね、その後、先生がなんか、しこりをね、取ったらしくて、こういう針でなんかチーってやってんだけど、そのチーの音だけ聞こえんの。で、はいはい、オッケー終わりましたよー、みたいな感じで先生に言われてんだけど、こっちの右耳がもうほんと水に入ってるから、何も聞こえなくてなんか言ってんだけど、ボワワワってしか聞こえないわけよ。そしたら先生が、うん。あのね、とりあえずそこのね、薬ね、2週間ぐらい塗ってください、みたいな感じ。その先生、ちょっとマジで、歌舞伎町のホストみたいな感じの、歌舞伎町にいるホストさんみたいな感じの先生だったら今日、はい、みたいな、わかりました、みたいな感じで、マジで吊り橋効果かな、みたいな。だから評価高いんかなって思っちゃって。もうそのさ、ドキドキで、ちょっと先生のことさ、吊り橋効果で好きになってる人、いいんじゃんと思って。それで、はい、わかりました、みたいな言って、でも右耳入りながら、なんか先生がね、説明してくれるの、手術終わりましたよ。週に2回ぐらいはなんか、どうだら、みたいな感じ言われて、わかりました、みたいな。で、それでなんか勝手に説明して、そのどっか行っちゃったわけよ。歌舞伎町に。消えたの、先生が。え先生みたいな。そう、看護師さんが、はい、終わりですよ、みたいに言われて、えみたいな。もう終わりみたいな。で、パッて起きたの。でもずっとやっぱり右耳に水入ってるみたいな感覚で、わ、まだ麻酔抜けてないと思って、耳触ったら、普通に水入ってた。ちゃんとして、なんか看護師さんが間違えて耳の穴に消毒液入れちゃったっぽくて、普通に消毒液だった。なんだよ、麻酔だと思ったのに。で、そう、うち終わった後さ、何もすることなくて、どうしたらいいですかみたいな。看護師さんに言ったら、あ、もう終わりですよ、みたいな言われて、終わり？これはお風呂とかはみたいな。お風呂に入っていいかとかさ、わかるでしょ、なんかこうお風呂入っていいかとかさ、こうガーゼはいつ取っていいかとか何にも教えてもらってないの。歌舞伎町先生はどっか行っちゃったしさ、お風呂とかはって聞いたら、あ、お風呂はまあシャワーぐらいならシャワーってまあ流していただいて、歌舞伎だ、ここ歌舞伎町だ、みんななんかちょっとギャルギャル。で、あ、
分かりましたみたいな言って、で2週間後に抜歯って言われたからまた行かなきゃいけないんだよ、あの歌舞伎町ホスト科学医者に。だからまあそんな感じで、あの2週間後抜歯頑張っていきます。皆さんお騒がせしました。あのずっとね、あの生配信見てる人もね、ずっと右耳になんかイヤポッドついてるなと思ってたと思う。今はもうガーゼも取れて、あのもう本当にクモちゃん状態なんだけど、マジで抜歯楽しみ、マジで抜歯楽しみ。血がたぎってきた、もうもはや早く抜歯したくてしょうがない、血がたぎってきた。行くぞ抜歯、行ってきます。また抜歯した後動画にするね。バイニョース。チャンネル登録よろしく、チャンネル登録よろしく。